何も期待はしていない俺は。ほら15番とかでしょ、68番でしょ、多分87番。え、滑ったな今。まあ最悪今日は座れるでしょうから、よし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 、こんなもん俺だろうなあ。最近打ってなかったから。はい、おはようございます。やってきましたコンコルド浜松木戸、浜松市は中区あります浜松木戸、お邪魔しました。本日日付が3月の9日ということでですね、土曜日だったんですけど、ちょっと毎回その浜松木戸来るときって月末の土曜日が多かったんですが、あの店長さん変わって実は2週間前にも来てるんですね。はい、っていう影響もあってか95人スーパーチャンス35番引きまして、からくりを難なくホットスポット取れましたんで、久しぶりになりますね褒めちぎりでは。からくりサーカスをねめっちゃ楽しんでいきたいと思います。もうとにかく楽しもうと思って、はい、よろしくお願いします。おはようございます。元気に褒めちぎっていきたいと思います。からくりサーカス番組的には久しぶりなんじゃないんですか。これしばらくゴジエバと吉宗続いてましたんでね。でまあ個人的には相変わらず打ってはいるんですが、皆さんにお伝えしておかなければいけないことがあります。私運命の一撃を通す必殺の奥義合掌というものを持ってます。でまあその成功率で言ったらね、動画上で言ったらまず1回目は通して、まあ、2回目通すか通さないか、まあ、少なく見積もっても2分1以上は今まであったわけですよ。はい、ちょっと集計取ってないですけれども、ワンチャン 70% に迫る成功率だったんじゃないかなと自負していたんですが、あーここのところですね、なんと6連続失敗中、ひどいんですよ。まあ運命一撃以外に連鎖、運命連鎖って言われる上位の入り口がありますんで、連鎖を取ってるおかげで、まあ、上位には行ってるんですけれども、にしても運命の一撃合掌6連敗はね、これはいかがなものかと、でからくりサーカスに関してはね、バルブレブがこの連休にね増大されるなんていう話ですけれども、新パネルが出てね、からくりも増大の話出てると。であとはゴジエバですよね、ゴジエバも増大、今5000台しかないですから、ゴジエバは。ただもうからくりサーカスに関してはゲーム性が皆さんに認知されたおかげで、まあまあまあみんなひどい目合ってるくせに、まあまあみんな打つよね、うん、まあまあひどいくせにまあまあ打つっていう、素晴らしいんじゃないでしょうか。そういう台がやっぱね、かつて4号機の初代番長、まあまあきつかったっていう話なんですけど、まあまあ打ってましたからね皆さんね、ちょっとダメっすね。でまあこの前兆はダメそうなんですけれども、ここで欲しいのは、全然大丈夫じゃなかったですね、大丈夫じゃなかったです、大丈夫じゃなかったです、はい、からくりエピソード、
ただちょっとねこれ右手だけで消化してるんですけど、いまいち食いつきが微妙なんですよね。その来たるべき勝負の時にいかにこのアジャストしていくかっていうのすごい大事になってくるんで、ちょっとあらかじめね未来予想図を描いておいた方がいいですね。これ本当にその日を左右するぐらい大切なチャンスゾーンでございますんで、あと9ゲームあります。じゃあその9ゲームをいかにペース配分していくかっていう、打ち手にそこまで思わせる台ってなかなかないと思うんですけど、そうですね、今パッと気づいたんで、とりあえず次のゲームと次のゲーム、要は2ゲームは右手のままいきます。でダメだった場合は4ゲーム目、これ少し時間を空けた後に左手ちょっと封印ときたいと思う。まあ封印ってことは打ってないんですけども、4ゲーム目やってもう一発3ゲーム右手でいきますわね。で残り3ゲームをもう本気ですね、あらゆる柔軟に対応していきたいと思いますんで、いきますね。まず右手2ゲームいきますね、まあ空振り&素振りをしっかりして、やっぱダメですよね。でここで左手の封印を解きますわ、ね、あ左手いいっすね。でも次右手っていう約束だったんでしっかり右手でいきたいと思いますね、はい、あーやっぱ調子悪いっすね。あお前ちょっといい加減にしろ。あーお前、うん、今ちょっと騙しかかったんだけどね、うん、ちょ左手ちょっと楽しめ、もう完全にブレちゃってるもんね。ここまでこの短時間で打ち手をブレさせるからくりサーカスいいと思います、はい。OK、歯車出なかったらダメ、あーダメ、ね、ブーン、リオデジャネイロ、サンキュー、レッツゴー、トゥギャザー、トゥモロー、OK、あーもうちょっとこれ本当あの血圧上がりすぎて倒れるわ51歳、ほんまに。でざっくり冷却出現率が30分の1ですから、この50ゲームの間に2回まあ引けてればまあまあ、おうワンチャンあるな、ちょっと鳴海の先制攻撃だったな、しかも2ゲーム目決着ワンチャンあるぞ、ああ行くな、よし 40%、よし、さっきのリプレイで通ってるね、この冷約仕事せずにのゲーム数はでかいな、ほんとこ300よく引くんだよね、 1%、よし、丁寧に、はい、してます。この青背景ロンドはだいぶいいね、ちょっと弱いね、一応ノルマ達成だな、あー強い、あー100頼むぞー、確定とか出ちゃっていい、あ50もう乗ってる、お200いくか、
ああ、100か。おお、200いったわ。全然計算できてなかったわ。ああもう十分十分、ほんと十分。十分、420はできすぎくんですわ。でここで油断させようとしてて、俺はその手には乗らないんだよね。でもまあまあ皆さん油断する人が多い。いやでも褒めちぎり見てる人はもうこの程度じゃ油断しないかな。あいやー大量大量、いやいやいや、ここで安心しちゃダメよ。こっからが本当だよね。挟みたかった。狙い通り。逆にね。うわ、セルフ演出家の境地。暑いな。とはいえだよ。さあ直撃場。オーケー。オーケー。うわ2回外した。くー、俺の問題か。うわ痛いな今のな。ってことはまだ油断はすん、まあ油断はしてないんだけど。強いなあ。いやー惜しい。こっちか、弱中。さあこれで5の2で取れたね。もう一個。残り300枚。行くっちゃ行くし、行かないっちゃ行かない。でまあ褒めちぎりというか、あ、静岡はコンコルドファンの皆さんに、あのこのお店浜松木戸の店長さん変わりまして、もともとの 浜松葛西の店長さんが赴任してきたんですよね。やっぱりその台の入れ方というか癖があると思うんですよ。で浜松葛西のあの時の癖を考えると、まず角台強いんですよね。角台強いじゃないですか。角台強かった、葛西では。であとは並びが多かったですよね。ただだいたい3台並びみたいな感じで、こっち側の列3台でこっち側の列3台でっていうテレコ入れが好きだったよね。であと A タイプ好きでしたよね。花火絶景に6入れちゃって真ん前出ちゃいましたよなんていうお話も聞いたことありますし、でまあ指針になる番長ゼロは10台あっていつも2V156みたいな感じでしたよね。でカラクレはぶっちゃけどうだったかな。俺が行かない時に全6っぽいことやってたことはあったけど、でまあ店長変わって一発目果たしてどうかっていうことですよね。いやー惜
しい。お、また20ゲーム。ああいいね、今のちょっと無我の境地いいね。ナチュラル無我の境地発動したよね。よし、ここのブリゲラは難敵ではあるが、なるみノーなるみ、おっとブリゲラ連続攻撃、押せ、あ押さない、確定した、確定した。いやー最高だな、なあ。すごいね、番長ゼロがめっちゃ伸びてる。さあ行きましょう行きましょう。あ、やりすぎやりすぎ。さあ10時10分回転1時間10分で運命の一撃ゲットと、なんだったらエンディングまでこのまま持ってっちゃいたいんで300よろしく。ニコイチ、裏の世話なし。さあどうかな、本域で行くぜ。チャンスアップはなし。いやー7連敗はしたくない、本当に7連敗はしたくない。はい、41ゲーム天国。こんなもん行くよね。非常に子役の流れが良かった。うわマジか、うわマジか、うわ何も引けなかった。強いんだか弱いんだか分かんないなこれ。はい、なるみスポットライト、うひゃー、はい、くそー。はい、スポットライト、
あ、来ましたね。486は乞うご期待、まあ幕開でしょう。ここはやっぱりレア役引ければ最高ですけど、2% ですよね。だから第3離した時にプッシュボタン点灯。はい。ああ600か800には出てきてくれそうだな。いけえな。1600枚飲まれんな。あ、いった。1100ゾーンですね。いや、いったと思ったんだけどな。 OK OK。 歯車2回連続外さないぜ。あ、外すんだ。3連続はちょっと許せないよ。いやー、3連続。まずい。チャンスオン3連続失敗。ただゲーム数的には1100を超えたんで、次回は300以内と。さあ、総投資が今23000円。ただまあ23000円でチャンスゾーン4スルーまで持っていけるっていうのは相当追い風ではある。それは追い風。この辺の流れを意識させてくれるっていうのがすごくよくて、でこういってこう、流れがある。でまあこれで4スルーなんで、次天国で出てきますんで、まあでもそういう意味では流れはいいんだよね。でからくりちょいちょいね、あの好評と違うっていうので、我々をうわーっていう気持ちにさせるんですけど、ちょっと今それやらないでほしいよね。チャンスオン4スルーは AT、 次で AT 確定っていうのはちょっとガセないでほしいよね、うん、はい、 OK。 でこれ4継続しない、はい、でパネルショートしない、ここでしない、ここでしない。ああ、あくまでノーマルな感じでもっこり、はいはい。総投資が25000円、総投資25000円。キスとかしてねえな、おい。はい、そこなんだよ。おっと、これは我々が考える強弱の今日、あ、ごめんなさい、英語で言った方が分かりやすいですね。
ストロング AT ですか、まさかのストロング AT で良さそうですか。でさ、このバトルの最中にさ、カットインとか激アツだよね、うん、愛してます、愛してます。これはちゃんと自分の力でね、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね。さあ予告音のみ、レザーマ仕様、次はさ、まだよ。OK。いやまだよ。50%、40%ってことは、今 70% 取ってるね。OK。ってことは、今 82% 取ってるね。ってことは 18% 通ってないってこと。3回目、はい、本日2回目の一撃でございます。やれてんだよな、やれてんの、今日やれてんの、どっちかっつったらやれてんの。レザーの仕様、ああさあやろう。合唱8連敗は何が何でも阻止。チャンスアップ1回ね。あ、よし来た、8回目の正直だよ。はあ、めっちゃ風来てる。あ、通ってたね、しょっぱなで。いやー、やっとだよ。
なんだったら2月1回通した以来1ヶ月ぶりぐらい。はい、行きましょう。OK。 こうへこるなよ。そう、2周とかやめて。よしよし、じゃあもう、そうそう、もう100行こうか。いや弱いな、まだ油断できない、まだ油断できない。よしよし、もう一発、もう一発来て。いやお願いお願い、あーね、あーお願い、お願い、引かれ、あー終わった。いや違う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 、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、ここここここ、違う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 って、じゃ真ん中真ん中、引かれ、お前何してんねん、あれちょっとほら頑張って、イエース。もうなんか俺もう満たされたわ、もういい、もういいわ、1000いけばなんかもういい、もう十分ですわ、十分、もうね、1000いけばほんと十分、うん、ほんとありがとう。はい、皆さんもご一緒にからくり最高。うっ、 OK、 おい、終了画面は何も出ず、微妙だね、今更だけど6ではないな、うん、よし OK、 よし、おー OK、 いやー出ない、終了画面が本当に出ない。はい、なるみでもって真っ暗きついね。一応天国まで回しますか。一応ここ2000枚あるんで2671枚。はい、ということでございまして、1150枚、25,046枚勝ちは1150枚投資の2488枚ですから、プラス1338枚ということで、まあ心よい勝ちですね、しっかり設定の方も判断できたと思います。5、6はないと思います。あって4まで、うん、なんだったら4も怪しい感じ。
まあ、カンパザイルはもう見た通りですね、だいぶカラクリの設定カバー精度上がってきたんじゃないですかね。というのもコンコルド浜松けど本日ですけども番長ゼロが、まあ、半分は6使ってんだろうと10台中ね。で吉宗あれは全台5、6ぐらいあるだろうと。で鏡もあるだろうと。でなんだか知らないですけどリゼロまで出てると。おいかなりダイトに寄せてる感じで、まあカラクリでありバルブレーブでありっていうハイスペック機はちょっとうーんっていう感じではありましたね。幕開入った入ったっていう声も聞かなかったんで、まあ今日はそういう日だったのかなと。次回が4月6日のゴールデンウィーク中が5月の4日っていうね連休真っ只中にまた控えてますんで、その辺でちょっとどうこう成熟してくるのかなと。新店長になった浜松城がですねちょっと楽しみにしたいと。まあその頃には番長4が出てますから奪い合いだぜ。はい、いう感じで解消でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。